どうもこんにちは。今日の暗号通貨ニュース、速可塾の久保がお届けしようかと思います。ビットトレックスが破産しちゃうんですね。破産じゃなくて破綻か。仮想通貨脱米国加速も。米交換業大手ビットトレックス破綻。取引ルール規制曖昧ということで、せっかくね、こういったベンチャーがアメリカ経済を救うためにビットトレックスみたいな取引所を作ってくださったのに、このね、取引所に対して無理解な規制勢力が、 まああここういいいっっったた破綻にに追い込むみたいなこととてて結構あってですね特にアメリカとか日本に顕著なんですよまあ、日本から見るとアメリカって最先端の金融市場とか国際市場を作ってるように見えますけども実はもうね時代遅れになってきてるんですよね。まあ、というのがドバイを中心とした中東ですとかそれからシンガポールなどを中心としたアジア圏っていうのはね日本を除いてですよアジア圏っていうのはあのドルからの支配をもうね脱却しようとずっと目論んでいるんですよ。でその中で ドルじゃなくて別の通貨、ユーロとかね、それから特別なあ通貨を使ったりとか人民元使おうとしたら、まあアメリカからのね、武力制裁を受けてしまうんですよ。まあそれは今までの例でもね、明らかだと思いますけども。といったことでね、アメリカでも流通しているようなビットコインをはじめとする暗号通貨を使っての取引に切り替えようとしてるわけなんですよね。まあその中で、まあそれに、あの、なぜかね、利的行為するかのように、<laughs> アメリカとか日本って暗号通貨を締め出してるでしょ。 バカななこととしてるなと思いますよ私はせっかく日本で巨万の富を得た人が潜在的にはいるのにねそれを日本の規制で税金取り上げて値台し,にしてるわけですよだから賢い人ってのは海外に逃れてそこで暗号通貨を使っていくまあつまりは日本以外のアジアの国ですよねそれとかねあのアフリカの方に行ってドバイを中心つとしたところでこれ非課税ですからね まあそういったところで暗号通貨のパフォーマンスを十分発揮するみたいな流れができてるんですよ。だから少なくともこれに対抗して日本やアメリカでも暗号通貨の規制っていうのを緩めてね、うん、やっぱり暗号通貨で一時代を築いたりとか、牽引するべきそういった企業をもっともっと誘致するべきなのに、どっちかっていうとやること逆でしょ。これはだからもしかしたらね、まあ闇の勢力、ディープステートかなんか分かりませんけども、アメリカ主導、日本がそれについてくるっていう形を、 ぐっとひっくり返して下告状を起こそうとしてるんじゃないかなとさえ思うんですよでそのためにスパイ活動するものがアメリカ当局とか日本の重要なポジションにいてえわざと自国を訪めるようなことをしているんではないか,かと思うんですよね、うん、まあ、ヨーロッパもね G7 って言って似たようなもんなんですけどもかつての支配国であった G7 各国プラスアルファ日本は実はねこれから支配される方に回ってくるんじゃないかなと思うんですよ そもそもアフリカ大陸ってかなりヨーロッパやアメリカに煮えゆを飲まされてきましたからね今こそアフリカの力を発揮してですねこの世界を支配するそんな転覆劇を起こす、すそんんななな気がしてならないんですよねで。移民政策を取ったアメリカにはたくさんのアフリカ出身のいわゆるね自分たちのお父さんやおじいちゃんがすごく悔しい思いをしてきて残忍に殺されたような時代を見てきたその息子たち娘たちがアメリカの中枢に入っているわけなんですよ。 で中国を恐れている人っていうのはこの構造にあんまり気づいてないんですよね中国も移民がどんどん入ってきていずれねその中国人が育った時にその小山孫がその国を支配するんじゃないかなってことで排除してるみたいですけどもどうもねアメリカってのは一歩先にそれをやられてる系があるんですよね、うん、どうなんでしょうかね私たちはね暗号通貨ってものがもしかしたらこれまでの 時代を大きく変えるかもしれないってことは感じていても具体的にそのためにどんな形に変わっていくのかっていうその仮説がねできてないんじゃないかなと思うんですけどねはいじゃあちょっと行ってきましょうかね今日もねお疲れ様です